全員いるようだな。ユージ、カサミ君。夏季休暇の前に寮の規律を引き締めておこうと思ってな。急な招集だったが、全員集まって何よりだ。そういうの寮でやんなさいよ。よし、全員寮に戻れ。ああ、サチだけは残れ。俺と後処理をして帰る。いろいろおかしいでしょそれ。風見くんに任せて帰りましょう。ちょっと、なんなのさ。いいから来なさい。きっとこの後、エロい展開があるに決まってるのよさ。え、いいのそれ。風見さん。なんだ。爆弾か。ああ、心配するな。カウントがゼロになると停止するよう、俺が細工しておいた。素人にしてはいい出来だったぞ。さすがだな。少しやりすぎたか。あの町に、あの公園に行ってきた。久しぶりだな、さっちゃん。やっと思い出してもらえましたか。周囲を少し聞いて回った。運よくお前のおじさんに会うことができたが、ご両親が事故に遭ったそうだな。はい。私の家は小さな工場をやっていました。生活は苦しかったけれど、両親は私をとても可愛がってくれました。でも仕事が忙しくなると二人はあまり構ってくれなくなりました。風見さんに出会ったのはちょうどその頃です。あなたの寂しそうな顔に私は自分に似たものを感じました。あなたと遊んでいる間、私は寂しさを忘れることができたんです。でもあなたはだんだんあの公園に来なくなった。そしてあの日、10歳の誕生日がやってきた。サチ、今日はあなたの誕生日だからお仕事はお休みにしたの。どうして？今まで寂しい思いをさせてしまったからな。今日は一日サチと遊ぼうと決めた。サチ、そんなに誕生日がお祝いしたいなら二人だけでやればいいんだよ。待って、サチ。八つ当たりでした。私が長い間感じ続けてきた辛さを寂しい思いの一言で済ませようとした二人が許せなかったんです。だけど私は公園で一人でいるうちにひどいことを言ってしまったと気づいたんです。お父さん、お母さん。サチー、サチー、サチー。お父さん、お母さん。サチ、サチ。お母さんは意識不明になり、お父さんは、私がわがままを言ったせいで二人は事故に遭ったんです。だからいい子にならなくちゃいけない。人の言うことを素直に聞くいい子にならないと。サチ、あの町で俺も少し自分のことを思い出した。ねえ、私の声聞こえてる？俺はあの頃家庭の事情を抱えていてな、落ち込んでいたが、お前がわがままで振り回してくれて気が紛れた。わがままが人を救うこともあるんだ。これは俺の師匠が言っていたことだが、わがままを言わない素直すぎる子は見ている方が辛いそうだ。ご両親もずっとお前に我慢させてしまった心苦しさの中で
子供と仕事のどちらを愛しているか考えたんだろう。そしてやはり子供が一番だという結論を出した。それはお前のわがままじゃない、両親の望みだったんだ。子供のわがままは時には嬉しいものなんだよ。お前はもう少しわがままを言っていいんだ。今まで一人でよく頑張ったな、サチ。師匠はこうも言っていた。恩を受けることは恥じゃない、受けた恩を返さないのが恥なんだ。あの頃の俺が幸によって救われていたなら、その恩を返すつもりでやればいい。お前の作った爆弾をこれから爆破、証拠隠滅する。誰かに見つかったりしませんか？対応策は用意してある。耳を塞げ。爆破。雷！花火！カモフラージュに準備しておいたが、これはこれでいいものだな。はい。ありがとう。あの事故以来、お前は一度も母親に会っていないんだな。母はきっと私を恨んでいますから。だがあの日はお前の誕生日だったんだろ。はい。お前のおじさんから預かった。誕生日おめでとう、サチ。サチ、10歳の誕生日おめでとう。あなたの未来が幸せであるように、ずっとずっと笑っていられるように。それがサチに幸せという名前をつけた私たちの願いです。愛してるはまだ難しいかもしれないから、この言葉で。私たちの子供に生まれてきてくれてありがとう、サチ。私の方こそありがとう、お父さん、お母さん。ほんの少しですが、回復の兆しがあるみたいです。これからはもっと頻繁に来ようと思います。そうか、よかったな。少しわがままを言っていいですか？いいだろう。一分だけ抱きしめてもらっていいでしょうか？一分でいいのか？はい、今はまだそれぐらいで。